州北バスターミナルは、秋田県大館市片町7番地のホテルクラウンパレス、州北内に存在したバスターミナルである。2013年10月1日に廃止された。大館市役所の南隣にあり、大館市の中心部に位置する。市内を発着するバスは、高速バスリムジンバス、路線バス、循環バスを問わず全てのバスが経由する大館市内で、最大のバス停留所であった。 乗り場は各方面ごとに1から5番線に分かれており、バス到着の案内は5番線の入り口付近で、係員が目視で確認し案内していた。5番線側には駐車場、1番線側にはタクシー乗り場があり、ホテルクラウンパレス周北には1番線側から連絡していた。開業した当時は施設内に娯楽施設、レストランスーパー、書店、 中北バスの定期券回数券発売所などがあり、その他近隣にもデパートや商店街が控えていて便利な面があった。しかし、近年商業施設の公害化に伴い施設内のテナントの多くが撤退、または廃業し、人口の減少、車社会への変遷もあって、バスを利用する人も1969年をピークに2013年現在では8分の、 一にまで大幅に減少している。1973年、修北バスが併設の修北ホテルと同時に本社を建て替えて開業した。2003年には併設する修北ホテルをホテルマネージメントインターナショナルに譲渡し、ホテルの名称がホテルクラウンパレス修北に改称された。この時からバスターミナル施設を修北バスがハミーから年間一千万円弱で、 借り受けて運営していた。しかし、前述の通りバスターミナルの利用客の減少により、2013年10月1日に、当バスターミナルを廃止した。廃止時点のバス路線。バスターミナルの廃止に伴い、各路線は以下の通り経路の変更を行い、路線によって新規バス停を設置して対応した。ありがとうございます。